300までには当たってくれました。3400円です。この台です。この台は3400円でようやく単発絵柄です。昇格演出とかあったよね。この30回中に当てろと。はい、時短終了。いつもの作業に戻ります。で、まあ、一応今単発だったんで大当たり1回分の手玉ですね。で、大体まあどうだろうな、450前後だと思うんですけど、まあ悪い目に見て400発としましょう。ってことは例えば400円分なんで、さっき200円でね16回だったんで、この大当たり1回分で32回ですか、400円分だから、まああれば一応まあまあボーダーラインなのかなという感じで、時短が30回ついてるんで、まあ64回までいけばいいかなと。ただ最初投資現金投資してた分もあるんで、実際は64回じゃダメですよね。もうちょっと回らないとダメですけど、多分ね、まとは大丈夫ですね。周りは大丈夫。あとは